皆さんこんにちは。元日本テレビアナウンサーで現在はフリーで活躍されている夏目未来さん、妊娠中絶で家庭内別居といわれる真相について紹介します。まずは夏目未来さんの経歴とプロフィールから紹介します。夏目未来は2007年4月にアナウンサーとして日本テレビに入社、同年7月30日に明日の天気でデビューし、1年目から思いっきりいいテレビのアシスタントに大抜擢されました。アナウンサーながら CD デビューも果たした夏目未来は2011年1月31日付で日本テレビを退職、現在はフリーアナウンサーとして活躍しています。2002年高校3年の時に姫路獨協大学主催の第15回高校生英語スピーチコンテストで最優秀賞を受賞している。大学時代部活はスペイン舞踊部で全国学生フラメンコ連盟に所属、またアメリカ合衆国シアトル市に短期語学留学した。2021年4月1日にめでたく有吉弘行さんとゴールインが叶った夏目未来さん、周囲の芸能人さえみんな驚いきの声を上げていますが、出会いとなったあの番組の時からその気配はあったのでしょうか。また一時は紙面を彩った熱愛報道が姿を消した背景や、お二人の極秘デートなどを探っていると本当に大きな壁を越えた結婚というのが見えてきました。それを思えば日テレ時代の彼とのスキャンダルも、今となっては有吉弘行さんと出会い歌目の運命の布石だったのかもしれません。芸能界の誰もが祝福を送る夏目未来さんと有吉弘行さんの結婚、お二人の出会いはテレビ朝日系マツコ&有吉の怒り浸透でした。新三代王や視聴者からの投稿に対し、マツコデラックスさんと有吉弘行さんが述べる独特な見解が夜中の楽しみだった方も多いことでしょう。2011年に開始された同番組だけに出会いもこの年になりますね。ただ実際に交際がいつからというアナウンスはされていない模様です。このあたりは後ほど綴らせていただくうやむやになった報道の影響もあるでしょうか。そこで振り返ってみれば、同番組でも時折その交際のきっかけかと思わせるシーンがありました。例えばいつの放送かは定かではありませんが、確か有吉弘行さんと夏目未来さんが一緒に飲みに行こう出かけをしたことを明かし、マツコさんがショックを受けた時もあったように思われます。この3人でそういうことはなしでしょうのような感じでマツコさんが突っ込んでいた気がするのですが、もしかすると記憶違いかもしれませんね。ただ仲が良好だったり結婚を意識しているかのような発言などは他にもありました。2012年にはマツコさんが有吉弘行さんへ夏目未来さんをおすすめしたシーンもあったとされています。深く夏目未来さんのことを知らないとしながらも、その相性は見抜いていたのかもしれません。ぜひとも仲人として結婚式には出席していただきたいですね。またこれはもはや予知夢正夢と歌われているものまであるようですね。同じく2012年の同番組にて夏目未来さんが有吉弘行さんを夢に見るというのです。しかも部屋で一緒にご飯を食べていたと、なるほど予知夢となりましたね。ちなみに同回のテーマは夢に出てくると急にその人が気になってくるというものでした。くしくもこの手まで議論していた方々がくっついてしまったとは、これ以上ない裏付けですね。出会い以が番組ということは明らかなものの、厳密にいつから交際が始まったかは定かではないお二人、芸人仲間の誰もが認める秘密主義の有吉弘行さんだけに、具体的な慣れ始めと苦が聞ける日は来るのでしょうか。するとまさかの番組復活です。マツコさんの純白のドレス姿からも聞く気満々かもしれませんね。テレビ朝日系マツコ&有吉の怒り浸透で出会った
夏目未久さんと有吉弘行さん。前、項目では、いわばもしかしてこの時から付き合っていたのではないかというもの、お礼を挙げながら予測してきました。しかし、実際にお二人が恋仲だと初めて報じられたのは、2016年8月24日のことでしたね。この時には、妊娠説や年内結婚説まで囁かれ、すでに恋仲としてかなり成熟したイメージでした。となると、いつもの週刊誌のバイタリティならば、結婚まで追跡し続けることでしょう。ところが、この報道自体は尾を引かず、立ち消えてしまいます。その背景には、有吉弘行さん及び双方の事務所の強い否定があったのです。確かに、当時のご本人からは、一切の含みも持たせず、誤報や実務婚といった活い感じが並んでいましたね。ただ、それ以上に憤怒したのは、夏目未久さんの事務所、田辺エージェンシーの田辺翔知社長でした。芸能界のドンと歌われるうちの一人、ザ・スパイダースの消防子、子にありといった感じですね。彼は夏目未久さんをスポニチの取材で、堂々と交際を否定する場を設け、以後の報道も報道したといいます。この背景には、彼女が MC を務める TBS 朝ちゃんの存続が同社としても重要であり、この時はこうした話題すら拒否されなかったようですね。特に夏目未久さんに対しては、田辺翔知社長が手塩にかけて育てた秘蔵っ子で色踊り児とワードは怖いですが、何としても守らねばといういわば娘への愛を感じます。そんな夏目未久さんの結婚許可がなぜ2021年になって出たのでしょうか。それは彼女のところ続10年のご褒美と朝ちゃんに代わる力を入れる新番組ができたことが大きいとのことです。ビッグカップルの成立というのは、お二人の気持ち以外の乗り越えるべき壁も大きいのですね。結婚を機にちょこちょこと出てくるようになった夏目未久さんと有吉弘行さんの恋愛模様、少なく見積もっても5年愛はいかがにして育まれていたのでしょうか。実はすでにお隣さんとして生活していたようです。とはいえ同じマンシ呼んではありません。マンション自体がお隣さんだそうです。 NHK 紅白歌合戦で司会を務めたタレントの有吉弘行が今春にパパになることが31日分かった。2021年に結婚した妻で元フリーアナウンサーの夏目未久さんが第一使用人、新中大晦日の大役を終え、さらに仕事も充実、名実ともに日本一売れっ子の舞妃ムパパとなりそうだ。本誌の報道を受け、有吉の所属事務所はプライベートに関してお答えすることはありませんと否定しなかった。ゴンドラに乗ってステージに舞い降りた有吉、年の瀬の大舞台となった紅白で有吉は笑顔を振りまきながら4時間長にわたリオ茶の間を盛り上げた。藤井フミヤとともにお笑いコンビ猿岩石時代の大ヒット曲白い雲のようにを歌い終えると、ああ嬉しいですと感激の表情し、買いに戻った際には緊張で靴を履き忘れ裸足で来ちゃいましたと苦笑いした。司会を務め終えた。その顔は自信と充実感に満ち溢れていた。なんとかうまくできたかな、心の中では誕生を心待ちにする我が子への思いがあったのかもしれない。本誌の取材では、夏目さんは現在第一子を妊娠安定期に入っており、今春に出産を控え得ている。都内の病院に通う姿も目撃されており、二人をよく知る友人は、夏目さんはお腹もふっくらされて幸せそうです。有吉さんは夏目さんの体調に気をかけながら仲睦まじく生活をしている。お子さんが生まれることが本当に嬉しいんだと思いますと語った。周囲によると、有吉は夏目さんと知り合う前の30代の頃から結婚願望はあるし、いつかは子供も欲しいと将来
家庭を持つ夢を明かしていたという、特に弟、夫婦に二人の姪が誕生してからはその思いが強くなった様子。ラジオ局関係者は、姪っ子を溺愛していて、目の中に入れても痛くないという感じです。普段は私生活をあまり語らないタイプですが、あまりの可愛さに会った後にはラジオでエピソードを話してしまうほどと明かしており、良きパパになる素養は十分だ。写真週刊誌フラッシュにあるスキャンダル写真が掲載され、業界内外で大きな物議を醸した。矢面に立たされたのは、清純派アナとして売り出されていた日本テレビ夏目未来。彼氏と抱き合って眠っている写真や、コンドームを手に微笑んでいる写真など、計5点ものプライベート写真が流出したのだ。当然、この人気アナの醜聞に局内は騒然となった。日テレ関係者が語る。フラッシュの記者から、うちの広報に電話で問い合わせがあったのは、発売1週間前の七夕。寝耳に水だった広報担当者は、とりあえず写真の詳細を聞き、すぐに夏目本人に事情聴取を行ったそうです。広報担当者とアナウンス部の上司から事実確認をされた夏目は、当初、コンドームを持った写真なんて知りません、と怒りをにじませたという。さらに、こんなことも口にしていたようだ。別の日テレ関係者が耳打ちする。彼女はその事情聴取の際、彼氏と一緒にベッドで写真を撮った覚えはないし、撮らせていない。だから、盗撮なんじゃないですか？会社として編集部を訴えてほしい、と息巻いていたそうです。彼女はまだ実際に写真を見ておらず、まさかカメラ目線のラブラブ写真が掲載されるとは、夢にも思っていなかったのではないでしょうか。そんな経緯もあり、雑誌発売日前日にテレビ局に届く早釣りを見た彼女は絶句したという。だが、気になるのは写真の出どころだ。写真の構図や携帯画像だったことを考えると、夏目の言うフラッシュの盗撮ではなく、彼女本人もしくは恋人の電通マン A 氏のどちらかが撮影したのは間違いない。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。